北海道のジュニアゴルファーを食で応援。パワー一口の力、食べて叶える。今回のジュニアゴルファーはゴボロブスキーレナさん9歳。お父さんはウクライナ出身。2人のお兄さんと一緒にゴルフの練習に励んでいます。お兄ちゃんたちが楽しそうにお友達とやっているところを見て、自分からやりたいなって思ってやり始めました。パターが2パターでいけるようにピンにうまく寄せることがうまいです。レナさんは先月行われた北海道明治カップジュニアゴルフ大会に出場しました。結果はあんまりだったんですけど、やっぱりみんなとラウンドすると楽しいなっていう。将来の夢はプロゴルファーになって、いっぱいスポンサーがつく可愛くて美しいプロゴルファーになりたいです。そんなレナさんの好きな食べ物は？ジンギスカンが大好きです。食べて叶える。レナさんが大好きなジンギスカン、お肉と野菜をしっかり摂れる食事ですよね。お肉にはタンパク質が多く含まれていて、筋肉を作るためにとても大切です。またジンギスカンにフルーツと飲むヨーグルトを加えると、栄養フルコース型となり、理想的なバランスの食事になります。スポーツ選手の理想である栄養フルコース型の食事をとって、プロゴルファーを目指して頑張ってください。そしてレナさんには食に関するこんな悩みが。ついお菓子をいっぱい食べ過ぎてしまうところがちょっと悩みです。甘いもの大好きです。食べて叶える。甘いものやお菓子を食べ過ぎてしまうという悩みについて、お菓子は絶対に食べてはいけないというものではありません。練習を頑張った時のご褒美として、大会前の緊張を和らげる守りとして、大事な場面で食べると心の栄養として皆さんを支えてくれます。活躍しているアスリート選手たちもそのようにお菓子を楽しんでいます。ただしお菓子だけでお腹いっぱいになってしまうと、皆さんの体に必要な分の栄養を食事から摂ることができなくなってしまうため、食べる量は注意が必要です。さらに3兄弟ならではの悩みも。晩ご飯が夜遅くになっちゃうことがもう一つの悩みです。お兄ちゃんの用事だったり、私の習い事もそうですし、8時ちょっと過ぎたり。食べて叶える。上の兄弟がいるため食事の時間が遅くなってしまうという悩みについて、練習や試合の疲れを次の日に残さないために、まずは栄養フルコース型の食事をとることが理想です。どうしても食事の時間が遅くなってしまう場合は、1食を2回に分けるという考え方があります。練習後約30分を目安に、鮭のおにぎりやハムや卵の入ったサンドイッチなど、炭水化物とタンパク質の含まれる食べ物を食べて、家に帰ってからサラダやフルーツ、ヨーグルトを食べるなど、残りの栄養を摂るようにしましょう。レナさん、上手に食べて叶えてね。